はい、20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計227店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県観音寺市にある純手打ちうどん七福亭さんの方へ向かってっております。それではこの七福亭さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.21 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は10時半から15時まで、ただし火曜日は14時まで、定休日は毎週月曜日で、祝日の場合は営業していて、その代わり翌日がお休みとなります。交通手段として車で来た場合は駐車場が約25台分あります。電車の場合は最寄り駅が豊浜駅で 5.4 キロと少し遠いです。周辺のうどん屋さんとしては麺舗さんであったりカマキリさんがあるあなたり、おすすめはかけうどんです。お店の前には屋号にもなっている七福神が並んでます。のどかな田園地帯にある家族経営のお店で、遍路ルート上にもあるのでお遍路さんも多いようです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。どこでもいいですか？はい、こちらはサービス店になっています。時間帯的に空いているので好きな席に着きましょう。各テーブルにメニューが置いてあって、今回はかけうどんの小を注文して他にも何か取ります。じゃあすいません、かけの小お願いします。店内はこんな感じになってます。なんだか懐かしさを覚えるような店内で、座敷テーブルと揃っています。あ、はい、ありがとうございます。うどんが先に届いちゃったんですけど、おでんとご飯系も見に行きます。おでんは大根を取りました。こういうセルフで取るやつはお会計時に自己申告になるので、ちゃんと覚えておいてください。今回はお味噌をかけていただきます。奥にはからしも置いていますね。それではご飯系のショーケースも見てみましょう。天ぷらとおにぎりもありましたが、今回はいなり寿司をいただきます。それでは席について食べていきましょう。それではいただきます。麺はやや細めの中細麺、角がはっきりと立ってる低加水な硬さを感じる麺でした。表面もツルツルとしていて、しっかりシコシコしたうどんで噛み応えが強いです。だしはすっきりといりこの風味がある優しいだしです。まろやかな味わいでとても飲みやすかったです。そこに鰹節が乗っていて、これと一緒に食べると口の中でカツオの旨味が広がって、この食べ合わせがとても美味しいです。それではいなり寿司もいただいていきます。
綺麗な形の稲荷は程よい酸味の酢飯で、人参や椎茸も入っていて、お揚げもほの甘くて美味しいです。紅生姜の酸っぱさもポイントになって、うどんとの組み合わせがとてもいい稲荷でした。大根のおでんもいただきます。半分に切って串に刺している形は珍しいです。染みやすくて食べやすくていいですよね。柔らかくてよく旬でいるので簡単にお箸が入りました。お味噌も白味噌がベースになっていて、ちょうどいい甘さで、これもとても美味しかったです。そして思ったのが、この抜け止め防止用のこんにゃくが一般的な大根にはないので、なんだかすごくお得感があって良かったです。もし今日の動画を見て讃岐うどんを食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画、そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、よろしくお願いします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、そちらからぜひ動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでってください。それでは最後の一口いただきます。大体のうどん屋さんに置いているだけあって、やっぱりいなり寿司ってうどんに合いますね。そしてお店も12時に来ていないのに、地元の方たちがたくさん来ていて、とても地元人気のあるお店だって分かりました。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。かけと稲荷と、おでん1個取ってます。はい、490円。はい、ぴったりだと思います。はい、大丈夫です。はい、ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼け綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていう立ち上がりの線路。